今日もオンラインゲームをプレイするギズモード副編集長金本。おや、何やら顔をしかめてるね。なんだろう。ゲームにラグが起きてるみたいだ。試合が止まっちゃった。みんなもこのようにオンラインゲームの遅延に悩まされたことはないかな。画面がカクカクしたり試合が中断したりしてイライラするよね。ゲームを遅延を感じることなくスムーズにプレイしたい、そんなゲーマーたちの願いを叶えるために作られた光回線がある。プララ GGGG 光。さあ、どのように遅延を抑えているんだろう。その仕組みを見ていこう。そもそもなぜラグが起こるのだろうか。ゲームをプレイしているとき、パソコンとゲームサーバーの間には常にデータが行ったり来たりしている。このデータのラリーが何らかの原因で遅れたり失敗したりすると、ゲームにラグが発生してしまうんだ。ラグが発生する様子を見てみよう。なんだか狭くてギスギスしているね。データの行き来もうまくいっていないみたい。原因の一つに帯域幅の問題がある。帯域というのはデータの通り道のことで、帯域幅はその広さのことだ。普通光回線の帯域はゲームだけでなく、動画のストリーミング、OS のアップデート配信など、いろいろな通信が利用する。特に金曜の夜など、利用者が多い時間帯は、こういう状態になりやすい。帯域幅が圧迫され、それぞれの通信に遅延が起きてしまうことがあるんだ。ここで、プララ GGGG 光の場合を見てみよう。ゲームの通信は広々と帯域を使っているね。他の通信の影響は受けていないみたいだ。プララ GGGG 光では、一般的なプランと比べて使用できる帯域幅が広い。そして、それだけではなく、ゲーム以外の通信の帯域は一定に抑え、ゲーム用の帯域をしっかり確保できるようにチューニングされているんだ。こうすることで、ゲームは他の通信に影響されることなく、スムーズにデータのやり取りができる。つまり、ラグが起きにくくなるというわけだ。遅延の原因は他にもある。ゲームサーバーとの通信の様子を見てみよう。なんだか随分と離れたところでデータのやり取りをしているね。ゲームサーバーと通信をするとき、実際にはサーバーや機器をいくつも経由していることがほとんどだ。この経由値が多くなればなるほど、ネットワークの距離は遠くなり、データの行き来にかかる時間は長くなる。プララ GGGG 光の場合を見てみよう。おお、すっごくスムーズだ。サーバーとの距離も近くなった。プララ GGGG 光では、主要なゲームサーバーと通信する際の経由値を可能な限り少なくし、ゲームサーバーまでの距離を最短化した。これにより、データの行き来にかかる時間が短くなったんだ。先ほどの帯域のチューニングに加えて、通信経路の最短化をすることで、ゲームサーバーとのデータの行き来にかかる時間を短くしているのが、プララ GGGG 光の特徴だ。データの行き来にかかる時間はピング値という値で表される。プララ GGGG 光でプレイすることで、複数のゲームタイトルのピング値が改善したというテスト結果もあるんだ。おや、また何か揉めているみたいだね。何かの取り合いになっているみたいだ。これはポート、データのやり取りをするのに使うものだ。同じネットワークの家族がたくさんのデバイスやアプリで通信をしていると、このポートが足りなくなることがある。これが足りないと通信が途切れたりつなぎ直しになり、ゲームの通信にも影響を及ぼすことがあるんだ。こちらはプララ GGGG 光。お、みんな通信ができているね。ポートもたくさん余っているみたい。プララ GGGG 光は一般家庭には十分すぎるほどのポート数が与えられている。家族全員がネットのヘビーユーザーでも、ポートが足りなくなることはなさそうだ。ゲーム用にチューニングされた帯域、ネットワーク経路の最短化、豊富なポート数、この3つの特徴でゲームの遅延を減らした回線がプララ GGGG 光だ。オンラインゲーム、特に FPS や TPS などの対戦シューティングゲームを遊ぶ場合に、低遅延の威力を感じることができるだろう。しかし、動画配信者などゲーム以外の通信も重要視する人や、P2P 型と呼ばれるオンラインゲームを遊ぶ場合には、効果を感じにくい場合がある。まずは2ヶ月無料キャンペーンに参加して、
自分が遊ぶゲームタイトルで効果を試してみるのがおすすめだ。回線速度が速ければラグも少なくなると思っている人たちは多いし、その認識は間違いじゃない。しかしプララ GGGG 光はただ速度が速いだけでなく、ゲーム遅延の原因に正面から向き合った回線だと言えるだろう。ぜひともヘビーなゲームプレイヤーに検討いただきたい回線だ。